何もいなさすぎて怖いな。元の通りに出るって地元の方が言ってたから、どっち来た山村ってこと。戻ろうか。県道40。うわ、こんなとこにおる。え、ちょっと待って、上泥橋じゃあもうすぐ着くってこと？を取るってことじゃ。橋まで 4.6 キロこっから。あ、今こう来とる。今日はちょっと行けるかどうか怪しいな。おお、民家や民家。やっとするとこ出れた。ああ。ちょっと待って、七色ダムとか来たよ。あ、奥トロ温泉。ちょっと待って。温泉。わかんない。その上泥橋っていうのが、上泥橋か、吊り橋なんだけど、1トンまでの車両なら通れるらしいんですね。今右に川ありますけど、まあこれを要は渡るんやと思うんですけど、お、船こいでる。実際どんなもんなんやろう。吊り橋ってことは揺れるので、揺れると思う。写真ではね、やっぱ狭そうやったし、強風の時はなんかやめた方がいいみたいなこと書いてあったと思う。まあ地元の人たちはね、もう普通に多分通ってると思うんですけど、あんま一人で走りたくないとこじゃないですかこれ。まあ私今日お昼抜きだわ。昼いらないけど、知らない道やと1キロとか2キロもすごく長く感じる。ちょっと待って、誰か人おらへんの。うわー、ぐねぐねです。こうやって、あ、え、どっちこれ、どっち、私は、え、どっち、こっちでいいの。あ、違う、これだ。人いる。人いる。これだ。
危ない、ウェイウェイ行ってくとこやった、危ない、行っとも、ダブルが200キロないね。私をプラスしてもガソリンプラスしても、よいしょ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 、これが開かなかったら戻ってこなあかんってことやね。ちょっと行ってみるよ。あ、これドキドキしてきた。ドキドキしてきた。はい、おじさんおる。カメ、あ、カメラ。行ってみるよ。行ってみるで。おじさんこっち見て、いいですかね。向こう渡っていいんやんな。あー、あー、すごい。下川だし、最初行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 、よいしょ、ありさん、すいません、ありがとうございます。キャッ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 、あとでちょっと止まる勇気はないので、ここで写真撮ろう。渡り切った。あ、変だ。あ、なんか立ってみると揺れるのがわかります。あー、さっきのおじさん怖かったやろな。じゃ、すいません。何メートルぐらいあるんだろうか。200メートルに300メートルあるのかな。すごい綺麗なんだけど、こんな感じです。揺れとる揺れとる。で下は本当にごめんなさいじゃねえよって話ですよね。怖い怖い。揺れるのは分かるんですけど、逆にバイクで乗ってる時の方がやっぱ揺れもあんまり分からなかった。ゆっくり行きましょう。あ、橋の真ん中でね、撮れたら綺麗やろうけど、ちょっとそれは怖すぎる。挑戦したけど、やっぱ途中で止まるのは無理でした。こう、ちょっと馬術ではね、本当にいっぺんに渡らないで一台ずつ通った方がいいんだろうなと。なんてことないのかもしれんけど、気になったからちょっと自分を試しに来た感じです。全然あの穏やかな日で風もなく、もっと怖いのかなと思ってたから。あ、怖いですけどね、私は。この熊野の方はね、
世界遺産とかも多かったりして、見どころ結構いろいろあるので、何回にも分けて行きたいと思います。